はい、TK ですよ。今回はね、シエルがいないのでね、一人でちょっと撮っていこうかなと思ってるんですけど、What? あらあら、TK さん、もしかして今動画撮影中ですか？はい、というわけで今回のゲスト、スルーですか？モグロ福蔵さんです。おほほ、よろしくお願いします。はい、私、モグロと言います。もういいか？もういいよ。どういうことで、はい、今日こっち側をね、はい、新しい角度から新しい角度からこんにちはということで、今回はですね、はい、僕がちょっと企画を持ってきました、うん、はい、やっぱねちょっと時期が早いんですが、はい、ゾッとする話ってね、ザッザってなっちゃうからね、ゾッとする話っていうのね、やっぱりね好きだと思うんですよ皆さん。そうなの？うん、まさかの多分クソマズが多いんで、はいはい、無理込まれたね。そんなことないよ。そんなことないよって言ってるからね。てなわけで、ちょっとね、ゾッとする話を、二人で。ゾッとする話の応酬を。はい。殴り合いを。うん。で、どうする？先行後行。ワンも殴り合いで決めるしかない。そうか。30分くらいかかんじゃないか、それで。妥協して殴り合い。妥協、じゃんけんを妥協してね。じゃじゃんけんで決めるか。じゃじゃんけんで。俺、地位でもお前二つにしない。それがゾッとするから俺今。じゃあじゃんけんポン、あいこでしょ、あ、電話で。じゃあ先行 TK さんお願いしますか。 Me? お OK、うん、Get chance and luck。 それでいくの？ I live in、 嘘でしょ、ちょっと待って。今ゾッとしたわ。ゾッとするを主張するのやめてもらっていいかな。じゃあね、はい、最近の話なんだけどね。あ、そうですか。朝ね、朝じゃないわ。はい、あの仕事からね帰ってきた時にね、はいはい、あのまあ帰ってきて、まあいろいろと着替えたりして、うんうん、で風呂に入ろうかなと思ってさ、はいはいはい、で風呂を開けたんだよいつも通り、うん、でそしたら風呂の床がね濡れてるんだよ、いつも濡れてないのに、はいはいはい、もうおかしくねえかって思って、まあ一人暮らしですもんね。そう、一人暮らしで、まあいつも普通なんだよ。いつも入る頃の同じ時間に入ってるのに、はいはいはい、なんか水残ってんなと思って、うんうん、特に何も変わったことしてないのになって思ってさ、はいはい、鍵もちゃんと閉めてたよなって思って、うんうんうん、で念のためあの棒状の鉄のものを持って家を見回って、はい、誰もいねえなって思って、はい、って思って、はい、で風呂に入ったんだけど、はい、一応ちょっと気になるなって思って、はい、風呂の中にもとりあえず棒状の鉄のものを持ち込んで、はい、対策したのね、はい、でまあまあ案の定何もなかったんだけど、はい、うん、なかったんですね。そうで風呂上がって、うん、何だろうなって思って、うんうん、で、まあ、それからしばらくして、うん、まあここに、まあ、今日の話なんだけど、今日なの？今日の話なんだけど、はい、でここに向かってたんだけど、はいはい、車で、うん、ここに向かう途中にふと思ったのに、そういえば昨日寝落ちして今日朝風呂入ったな。朝の残り。朝入ったから残ってたんだな。うん、なるほどね。ゾッとするね確かに。あれ？ってなるよね。ちょっと思ってるけどね。ちょっと思ったんだね。あのじゃあ次小手調べですよ。小手調べに。次がもう本番びっくり仰天の話をしえるが。なんで突然ハードル上げた？はい、どうぞ。あのこの話はですねちょっと。まあ、あれなんですけども、あまりこういうチャンネルで言っちゃいけないような話なんですけども、僕、あの、最近ちょっと、まあ、いろいろありまして、まあ、7月から僕、一人暮らしにまた戻った、再開したんですよね。うん。で、まあ、仕事も始め、で、こう、最初の方っていうか、まあ、久々なんで、なんか一人ですること特にないなと思ってたんですよね。うん。で、まあ、仕事、まあ金土、まあ、月金でやってるんで、まあ、ちょっとヘトヘトになった金曜日ぐらいにあのAV を借りようかなと思って、うん、AV をね、うん、で借りようかなと思ってバーって、まあ、その辺行っ
ちょっとねそういうお店に行きまして、で AV 借りて、うん、でよし見ようと思って、うん、でまあねいろんな装備を、装備と言いますか、装備まあまあまあ準備は何を装備するいやまああるじゃないですか、その AV セットみたいなのがこう知らないけどお前のその辺の身辺関係知らねえよ、まあ、まあね、ティッシュとゴミ袋とかね、まあ、あるじゃないですか。で装備というか付属品だろうで、僕まあ僕ん家の家の作りからしてまあ結構寝ながら見れるんですよね、うん、AV ってで、まあ、テレビって、うん、でもこう寝ながら見ると結構自分の体とかが邪魔になってテレビとかって見れないじゃないですか、うん、お前の体勢によるだ、まあまあ、お前テレビに足を向けた場合の想定だろ。まあ俺そういうお前が大体どんな体勢でやってるか想像ついたよ。嫌だろで、まあ、見れないからちょっとその起き上がって見るっていう体勢が僕の中では結構メジャーなメジャーな体なわけよ。知らないけどで、そのまあことが始まりまして、プレス2が動きまして、こう勝手にゾッとしたね。ゾッとしたでしょ。でまあわーっとまあ見るじゃないですか、まあ、ああ言ってるわけじゃないですか、うん、でこうおっと、うん、これは来るぞと、うん、でこう何がこうまあね霊的なものが霊的なもの、まあ、きっと来るときっと来るとまあ性的なものがちょっとおっとやばいやばいやばいと思って、うん、まあこうバーッとね飛び出てきたもんなんですよね、うん、その辺落ちてねえだろ。落ちた落ちた落ちた。それ結構にもう本当に1ヶ月ぐらい前なんだけど、うん、でそしたらさあまりの疲れなのか知らないですけど、その反り上がってる状態で出たままピーンって伸びたんですよ。だから金縛りみたいな状態だったんですよね。わかります？わ、うんうん、かんないけどいやマジでわかりますって聞かれてもさ、いや金縛りみたいになって、うん、その部位だけがもういやもうほぼ全部動かなくなっちゃって、全身がおやべえと思って、でピンポンだったんですよ、うん、うわと思ってつぶつぶつぶと思って、そんな例は急に来るものなのやべピンポン来ちゃったよと思って、でもうで出まくってるんですよ、いろんな、もうまだ出てんの、ポロンとポロンとなってるし、負け散られてるし、まあ、おーと思ってやばいやばいやばいと思って、助けを呼ぶわけにもいかないし、でも金縛りみたいになっちゃってるし、あーとかなってて、そのインターホンで僕見れるんですけど、あ、そうなん、知り合いの女の子が来てて、うん、あ、やばいやばいやばい、イルスしようと思って電気ついてるのにイルスしたって話がありまして、ゾッとしませんゾッとしません。いや、そういう、まあ、いつの救いはお前別に電気つけっぱでも外出てるってゾッとしません。鍵も開けっぱなしな逆に入ってこなくてよかった入ってきたら住んでたっていう、お前鍵の重要性をそろそろ知れよ。でもね、それでちょっと知ったもんね、あ、うん、鍵って大事なんだみたいな。そうだね。それから AV を見るときはちゃんと鍵閉めてますね。あ、そう見終わったら開けんの。そうそうそう、AV を出すなんでだよこれチャンネルいけるかな知らないけど、もうちょっとさ、オブラートに包むいかがわしいビデオとか言うよ。AV ってちょっとね、もろじゃん。アニマルビデオだと思ってていただいて。アニマルビデオなのでももう そのアニマルビデオを見ながら行為に入ってることはもう公言しちゃってるから。そうだね、ダメだね。それこそマニアックな感じになっちゃうからね。動物はね、獣フレンズ見とけよ。いや、じゃあ、怖い話、次は。あ、そう。これは、どうした突然。あるカップルの話です。はい、おお、カップル。あるカップルが、ある日ちょっと変わったデートをしたいなと言って、遊園地とかそういうアミューズメント的なものではなく、ちょっと農場とか行ってみようぜっていう、まあ3年目ぐらいの多分こう言ったんだろうね。そう話を、そうそうなんだよ。あ、そうね、農場に行った話なんですよ。農場に行った話なんだね。はい。で、そこの農場では主にニワトリなんかをね、はいはいはい、飼育してて、うんうん、かわいいなあかわいいなあって怖いな怖いなみたいになってるけどね、寝てて、はい、もう飼育員さんもかわいいなあかわいいなあそんなみんなみんな飼育員さんもかわいいなあって飼育員さんもかわいいんだね。そう、はい、彼氏がかわいいなあかわいいなあって、あ、やばいです、飼育員さんで、まあことを終えまして、ことを終えたのまあ帰路に着いたわけですよ。帰路に着いたのね。はいはい。でまあ帰りにファミリー、本当に本当にね、はい、ファミリーマートに F メートに F メートに寄りまして、はい、でまあちょっと小腹も空いたなってことで、はいはい、あのよくみんな皆さん食べる、うん、チキンを、チキン的なものを、ね、食べていこうよ、はいはい、話になって買いまして、ほう、で車で彼氏が運転して、うんうん、で彼女が助手席で、はいはい、でまあ運転しながら食べてたわけですよ、はい、でまあそしたら彼女が
ファミチキをかじって、ファミチキをかじりまして、はい、でそしたら、ああもう油落ちちゃったって言って、あはいはい、そしてああお前は仕方ねえなって思って、彼氏は運転しながらもこう肩でね手でティッシュ取って拭いてあげようとしたら、うん、お前何それっつって、ほう、そしたらその油が落ちたはずなのに、はい、真っ赤に、油が落ちた場所が真っ赤な血みたいになってて、はいはいはい、そしたら急にラジオがザーってなって、ほうほうほう、で俺の肉返せ、誰の肉それ農場の農場の鶏がケンタッキーに喧嘩だったんだよな、そうそうフライドチキンに、うん、ちょっとゾッとしたね今でもちょっと無理やりゾッとさせたかもあったけどその勢いでね、勢いでね、無音からの大音量が一番怖いから、ね、そうそうバイオハザード方式バイオハザード2 じゃあ僕ですね、僕まあ、これまた2年前ぐらいの話なんですけど、今ちょっと遠くに行ってる友達がいまして1個下の、うん、君知らないんだけど、モーリタニアとかちょっと東京にね、あ東京行ってる人が東京オリンピックじゃないからねで結構バカなんですよお前と違う、いやもうあっちの方がだいぶもうド天然、そりゃ相当なバカだ、天然なんですよ、で冗談じゃなくてマジでマックでチキンを食べたい時に、おケンタッキーの味がするとかいうタイプの人間なんですよね、あでなんか掃除とかしてもなんか中学校の時こんなこと言ってついてよねとか言ってこうモップを腹にガーってやってガーって走っていったらその 先にあった保健室にあるスノコっていうんだっけあれは、うん、スノコにバーンぶち当たってグホーっていうようななんかバカなんですよ、うん、結構距離感もつかめないようなで、まあ、そいつと結構こう、まあ、通信制の高校で結構仲良かったんですよね、うん、で、まあ、ちょっと社会人になってからもちょっと仲良くなってたんですけども冬に、まあ、ビリヤードをしに行こうって話になってて、うん、で、まあ、行こうが行こうがっつって行ってたらすっごい雪が降ってたんですよ、うわーって、うん、結構珍しいじゃないですか、うん、もう結構積もっててもうすげえ雪降ってんじゃんと思って、いやでも寒いなーとか言ってわーってこうやってたらタバコ吸うって言われて、うん、あー吸う吸うってわーって吸うじゃないですか、うん、であっちも吸うんで、うん、まあわーって吸ってたんですよね、でそしたら暑いよねー、あ、いや寒いよねーとか言ったらポッケー入れるじゃないですか、うん、あの手をね、うん、でそしたら友達がのジャンパーの左ポケットからボッて引いて始めて、うん、はぁとか思うじゃないですか、うん、はぁとか思ってたら、うん、そいつ指にそのタバコをつけたままポケットの中入れちゃったもんで、うん、ジャンパーボーッてできててバカじゃんそうでジャンパーってなんだっけもう毛糸系じゃないですよ、毛糸っていうか綿系じゃなくてポリエステル系なんですよね、うん、あれ溶けるんですよ、うん、熱で冷え出て出ろーになり始めて、うん、うおーみたいなそういう話がありましたね、無理やり終わらせたないや怖ないですか怖いというかびっくりするよ、いやゾッとしません、ゾッとはしないでえみたいなで話がありまして、うん、ねもううわ天然ってここまで来るとこうなるんだってちょっとビビりましたよね、はい、というわけではい、終わりなのまだあるコーナーがコーナーも終わりなのコーナーもで、ここからは、まあ、ちょっと時間ね、うん、予想以上に余っちゃってるんで、そうだね、結構ゲームの話を僕らしてるじゃないですか、うん、なんで、なんかゾッとしたシーンとかなんかとか敵キャラとか、なんかゲーム内でゾッとした話、ああちょっとトラウマ的なトラウマ的な話をちょっとしていきましょうか、うん、なんか思いついてます、思いついたのは僕からいきますけど、うん、どうぞ僕本当に怖かったのが時のオカリナのさ、うん、リーデット、うん、ああ昔はね怖かったね、怖くないあれ、うん、すげえいやいやいやみたいな近づいたらねザ・ワールド食らうから、そうちょっと離れたところから魔力込めてシェーって超怖くて子供の時、昔はそうやって倒してたけどね、いや怖かったあれは、リーデットとかかな、あただね慣れてくるとねあいつ、うん、回転切りって別に溜めなくてできるんだってスティックを早くくるって回して、うん、切るボタンを押したら青の回転切りは速攻で出せるんだって、うん、魔力消費なしで、うん、それの範囲にギリギリ当てればねワールド食らわずに、ね、切れるんだ、そういや今それ初めて知った、あいつ倒せないんだと思ったもんね、テクイことすればね簡単に倒せる、へえ、なんかありますこれね、
まあ、昔だけどね、うん、小2の時にバイオ2を見て、はい、小5ぐらいまでずっとね世の中が怖かったゾンビに怯えて生きててどっかの壁からこう対乱とか出てくんじゃないかと。いやもう普通にその夜で歩くのが嫌だった、風呂場に向かうのが嫌だったもん。ああ、それはあるかもしれないですね。僕ね、あとなんだろうな、ホラーゲームはすると本当に怖くなるタイプで、うん、ホラーゲーム実況とかってよくするんですけど、僕のチャンネルとかでもね、うん、だいたいビビって俺トイレ行けないんで、うん、もう膀胱炎になるんですけど、もう膀胱炎がもはやトラウマですよね、ここまで来るとあ、そうもうだってやばいんすもん、その寝れなくなるし、トイレにも行けないから、この、うん、なんだろう、生き地獄みたいな、うん、もうみんなよ向いてねえよ、向いてないのかな結構ダメなんで、ね、あの暗闇と閉所ダメなんですよ僕、うん、知らなかったと思うんですけど、知ってるけど、知ってるんだあの肝試しとかも結局ダメだったんで。あ、そうなの。うん、本当にお化け屋敷もダメだったね。ダメなの、うん、行きたがるのに。行きたがるけどね、うん、だからあのホラー系でその FPS 視点のゲームって最近結構多いじゃないですか、うん、あれほんとダメ全体的に。 FPS 視点FPS 視点の場所か、ちょっと使い方違う FPS のホラーゲームか、うん、いや違う、違ったファーストパーソンシューティングだから、シューティング S までつけたらね強制的にシューティングになる。じゃあ FP 画面のそんな感じですかね、うんうん、俺はもう特にないよ、特にない。今何分だっけちょっと待ってね。いやーゾッとする。いやホラー系ダメだね結局。ホラー映画とか見ないでしょ。でも見る普通に、自分から別に見ないけど、なんかみんなでわーって集まったとか、うん、かな。別にホラーゲーム一人でするし、モハメドアリとか。モハメドアリはね違うわあ、着信ありのつもりでつまんないボケなら言わないでもらっていい。ごめんなさい分かりづらい上につまんないとかさあの、ホラー映画も好きで 見てた時代がありまして、うん、ホラーダメなくせに、うん、呪音は怖かったですね。ああ呪音ね。いやあれ怖いよね。ちょっと家の天井見れなくなったもんね。あ、そう、うん、ガン見する側じゃない、ガン見する子供側じゃなかった。違う違う、ガン見する子供側じゃないいつ髪の毛がこう上から あの、あれでしょ、押し入れの上のあの点検穴みたいなあれから髪の毛がもじゃ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 いつ出てくんだろうな。ボボボボボボボいるんじゃねえよ鼻毛神経やばいですね。19巻で出てきたピグムックみたいなやつが上にいるんじゃねえか、わからない、ごめん。ホラー映画見ないんだね。見ないよ。なんかたまに見るとき、見たくなるときがあるんだよね、ミステリーとかさ、うん、なんか怖いくせに見たがっちゃうみたいなときが本当にある、うん、怖いから見るんじゃない逆に、多分ね、刺激が欲しいぜみたいな、うん、別に俺見ても何も感じないからわざわざ見ないもん。たまに見つけるね、 B 級ホラー映画が面白い。 B 級ねプレデター X の話違うプレデターじゃない映画映画プレデター X も何だったっけ、あの最後のやつ、うん、最後なんどれの話、何だっけ、あのプレデターを倒すかなんか、あプレデターを倒す時普通にあの頭と足を2人で持って投げ飛ばすそっち持ってよしほうっみたいなセリフが明らかに B 級なんだやばいな、そっちもでふんって言わないもんな。でも今までずっと仲悪かった2人なのに、背景が爆発しながらバギーで2人乗ってラスト雑な終わり方とか、なんかなんだろう、怖がらせようとして雑なものが出てくるのが好き。 B 級の B 級はね、あのバカゲーとかなんかマイナーなゲームやってる気分で、そうそうそう、ツッコミどころが多いというか、そう、なんか雑なキューピーちゃんが歩いてくるだけのホラー映画があってさ、うん、本当にあのなんだっけ、人形系ってさ、その人形が襲ってくるから怖いわけじゃないじゃん、うん、あのあれとかもじゃん、あのなんだっけ、あの洋画のさ、あの子供チャップリン、チャッキー、違う、チャップリンじゃない、チャップリンじゃない、チャップリンゆっくり近づいてくるじゃん、あいつがゆっくり、あれは超怖い、それ近づいてくるだけのチャッキーとかはそれじゃん、そのチャッキーは分かんねえんだ俺。あとグレムリンとかさ、あグレムリン、あのなんか怖いのが追ってくるのが怖いじゃん、人形とか、ジャバザハットとか、そうそう、違うけど、ジャバザハットは違うけど、なんか包丁持ってるとかが怖いじゃん、バリーザチョッパーちょっと勝ちじゃんそれ人形さんなんかフランス人形が包丁持ってるが怖いわけじゃん、うん、ただのキューピーちゃんが襲ってくるわけよ、うん、ただのね、うん、ハットもはない、まあ、攻撃力2だよ、2だよね、蹴れば勝てるじゃん、そう3分クッキングじゃんそう、ね、まあなんか
ボーボーボーの館長くんみたいな感じで頭のとんがりを利用してさ、Go to hell してくるかもしれない。やばいでしょそれ。いやだからなんか本当キューピーちゃんが襲ってくるだけの B 級映画をとりあえずおすすめしたよね。なぜか B 級映画の話になってくる。あ、俺もね一個ね、はい、ちょっと見たのがあるんだけど、 RPG っていうゲームなんだけど、ゲームじゃないわ。それゲームだな。映画の、はい、あのこの敷地内ではもうみんながゲームのキャラの一部になって、うん、もうなキャラになりきれるなりきるっていう場所があって、はい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 、そこに主人公の兄貴が入ってて、うんうん、でもその中にいるやつらは本当にもうなんか魔法とか使ったり、なんか川でも一人でこう水漁って見つけたぞライツイミョルニルだとか言ってガチでやってるやつらのガチゲームの集団なんだけど、でまあ主人公はまあその兄貴を元に戻ってほしいからそこに乗り込んで、一人だけ RPG じゃないの、一人だけもう素の人間で何やってんだ帰るぞみたいな感じで言って、でも相手はもう彼女もいるんだけど、で彼女もなんかお姫様扱いされてて、なんかで帰るぞっつっても周りのやつらが姫に向かって何よみたいな感じで寄ってくるんだけど、ソードアートオンラインにそのやついたな。一番面白かったのがなんか敵のボスみたいな、兄貴がいる派閥と違う側のボスが姫をさらいに来るんだって。でその、ま、その魔王的なやつはなんか、はい、なんだったかな、風のなんとか傷、あ、なんだったかな、名前忘れた、ちょっと待った、これが面白いんだよ、風のメッセンジャーだ、風のメッセンジャー、風のメッセンジャー、嘘でしょ、風のメッセンジャーっていう技があって、風のメッセンジャー使ってたら他のやつから視認されないんだって。でもそのあくまで現実だから魔法って使っても仕方ないじゃん、うんうんうん、そしたらあの風のメッセンジャーをしようみたいな感じで言ったら審判みたいなやつが出てきて、はい、そいつの周りで布を振りながら風のメッセンジャーだ、風のメッセンジャーが発動しているバレるバレる。でも他のやつらもうそれが魔法の発動だからもう気づかないふりしてるんだけど、うん、主人公だけそいつの前に立ってなんか、うん、何してるどけよみたいな感じで言うんだけど、審判が風のメッセンジャーが発動中だよみたいな。うぜえ風のどうにかせえやそれ。まあ最終的になんかその RPG に のめり込んだやつらがその主人公を殺すんだけど、殺すんだね。殺して、で兄貴が弟を殺されたっつって、うん、もう RPG の世界とかも忘れて、うん、普通に相手の、ま、弟を殺したやつの家に入り込んで普通に撲殺するっていう。RPG 関係なくなっちゃったよみたいな。そう、そうや、弟の死によって兄がやっと目が覚めたみたいな。ゲーム脳から突然みたいな。そういうゲームあれがあるんだね。そういう映画なの、ね、RPG ってタイトルだからゲームって言ってしまいがち。じゃあ皆さん検索をね、検索プレデター X と RPG ですよ。そうですね。というわけでこれもいい時間なんじゃないですか、だいぶいいんじゃない、いいかもね。あ、まだ30、全然30分じゃねえけど別に30分じゃなくてもいいんじゃないか。そうか、いいか。というわけで今日はゾッとする話でまあやりましたけども、またねいろんな話がしてほしいなーっていうのがあったら、まあね、私たち寂しがり屋なんでコメントをね、そうなの、そうだったの、コメントをしてほしいなっていう気持ちです。ってなわけで、うん、お相手はそっか、うん、俺笑うセールスマンだと思った。はい、TK と私モグルと言いました、はい、早く終わらせてんじゃねえよ。